6時34分、舞浜駅です。今日はディズニーランドの入園待ちの様子をお届けしたいと思います。9月の17、日曜日、3連休真ん中、ハロウィンが始まりましたので、今日はかなりの行列になるんじゃないかなと思うんですが、これから見ていこうと思います。今日のような入園待ち動画の、いつも説明しきれていない部分を解説した、入園待ち徹底解説という動画もアップしておりますので、そちらも一緒に見ていただけるとより入園待ちのことをご理解していただけると思いますので、そちらももしよかったら見てみてください。こちら駅側最後尾ですね。こちらもずっと並んで、わあこれすごいな、もう50分待ちぐらいだな多分。はい、この奥までずっと並んでいます。ここにバスターミナルの方に降りる階段があるんですが、ここからでだいたい30分ぐらいなんですよ。プラス、このぐらいいますので、今40分ぐらいは手荷物検査通過するのに待つんじゃないかなと思います。6時40分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーもそうですね、いつもよりは多いです。全然今が7時半ならこのぐらいの人数いて普通なんですが、まだ6時40分ですからね、1時間ぐらいみんな早く動いてる感じですね。多分100人以上もいます。6時42分駐車場側です。この先右に行くと最後尾が見えるんですが、まあ、駅側であれですからね、駐車場側も結構いると思うんですが、この先ですね、右の方にずっと並んでいます。おお、ああすごいな。ここレンガ見えますか、真ん中。ここから30分ぐらいなんですよ。なのでもう40分ぐらい待つ列になってますね。手荷物検査始まってから多分40分ぐらい待つと思います。でパーク側もいつもより少し早く動いてますね。普段だとまだ座ってる状態なんですが、もう立って並んでもらってる感じなので、あとここハッピーエントリーもこの時間だとまだランドホテル側で先頭が待機するんですが、もうゲートの方に移してますので、パーク側もちょっと早めに対応してますね。7時駅側です。これ前みたいにですね、この橋の上に並べるのやめちゃいましたね。あのピクニックエリアの方に並べてますね。これ入りきんないのかな、ちょっと今逆光で見えづらいので見えやすいとこ行きます。はい、これです。で前に並んでたようにピクニックエリアの方に並んでいます。で今一番奥まで行って、もうこちらに U ターンして折り返している感じですね。これはもう50分ぐらい、1時間はまだギリかからないかなぐらいですね。かなり敵が混んでます。こちら駅側のゲートですね。8カ所のゲート開きました。今7時3分なんですが、手荷物検査スタートですね。駅側の9カ所のゲートはまだ開けてません。8カ所のみでスタートですね。駅側8カ所で手荷物検査スタートです。7時5分ハッピーエントリーです。いやこれも200人いますね。ハッピーエントリー、ハッピーエントリーが混むと駅側のゲートをハッピーエントリーに取られちゃう可能性があるんですよね。そうすると駅側今日多分大変なことになると思います。
微妙なとこですね、この人数だと。7時7分、駐車場側です。駐車場側は、8カ所のゲートでスタートしました。8カ所のゲートでスタートですね。この奥に3カ所ゲートあるんですが、そちらはまだ開けてない状態です。じゃあちょっと最後尾見ていきたいと思います。駐車場側の最後尾、もう立体駐車場のとこまで行ってますね。こちらから、これが全部ですね。多分1時間、50分から1時間ぐらい待つと思います。駅側、駐車場側両方同じぐらいですね、今のところ。7時30分、こちらですね、通常駅側のゲートなんですが、今ハッピーエントリーで使われてますね。あ、今一旦駅側の方からも人回してますね。両方ですね、兼用してる感じになってます。で、駅側どのぐらい並んでるか見てこようと思います。こちらピクニックエリア側ですね。で、こちらに並んで、今こちらの橋の方にも並んでるんですよね。これどういうことなのかな、ちょっとわからないんですが、調べてみます。これ駅側の列なんですが、ピクニックエリアの方ですね。ここに並んで、少し一番奥から U ターンしてこちら側に並んできてるんですけれども、この列プラス、はい、この列、はい、これ全部駅側の列です。これももはや僕でもちょっとどのくらいかかるかわかんないんですが、1時間以上はかかりますね、間違いないです。ここから並んで橋を渡り切ったところからピクニックエリアの方に移動して並んでもらうという形をとってますね。難しい。7時33分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリー全部入りきりましたね。これで駅側のゲートが減らされることはもうないと思います。ハッピーエントリーはもう余裕で入れてる状態です。7時35分駐車場側です。こちら3カ所のゲートも開いたので、トータルで11カ所駐車場側はゲートを使っています。最後尾の様子見てきます。こちら駐車場側最後尾、ここ立体駐車場の建物なんですが、ここからでだいたい1時間待ちです。なのでここからプラスこのぐらいいますので、これも1時間10分ぐらいかかっちゃいますね。1時間以上は余裕でかかります。いやー、これは両方やばいですね。8時駅側です。こちらが9カ所のゲート側ですね。で、ここに並んでいるのが、ピクニックエリアの方の人たちです。で、ここに並ぶ前にこちら橋の方、こちらに並んで、こちらを全部並び切るとピクニックエリアの方に移動できるという状態ですね。ここが今最後尾です。ここが最後尾ですね。ここからこう並んできて、ここが橋の一番下です。ここまで来るとこちらのピクニックエリアの方に回されて並ぶという状態ですね。
ちらピクニックエリアの方の列です。多分こちらに移動してから2、30分で手荷物検査通過という感じだと思います。それで橋の方が、はい、こういう感じです。橋の方を通過するのが多分30分、40分ぐらいですね。多分トータル1時間待ちぐらいだと思います。こちら駅側の先頭の方ですね。で道徳上ちょっと問題があるので説明しませんが、これ途中で全線割り込めちゃいますね、この並び方だと。で割り込もうという意識がなく分からず入っちゃってる人もいると思いますね。これ分かんないですよね。僕でも分かんなかったんで。いやハロウィンすごいですね。8時3分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーがまた増えました。100人ぐらいいますね。ランドホテルの方に100人ぐらいいます。多分もう駅側がすごいのでゲートもなかなか減らせないので、ハッピーエントリー4つのゲートだけでやってるみたいですね。なので多分さばききれてない感じです。8時5分駐車場側です。全体的な人数では駐車場側のが少ないんですが、ゲートの数が駅側は17箇所あって駐車場側は11箇所なんですよね。それもあって今多分駐車場側の方が待ち時間は長いと思います。ちょっと今最後尾見てきます。こちら駐車場側最後尾です。でここの立体駐車場のところから1時間待ちぐらいですので1時間20分ぐらい待つと思います。ちょっと自分で喋ってて信じられなくなってきてるんですが、間違いなくここから1時間ぐらい待つので1時間20分ぐらいだと思います。なんか現実を受け入れられない感じです。8時10分ハッピーエントリーが入園開始しました。ハッピーエントリーが8時10分なので、一般は8時25分入園開始になると思います。8時45分駅側です。いやだいぶ増えてますね。でちょっと最後尾がどこか確認ここからできないんですが、ここからずっと並ん で橋を並び終えたらこちらのピクニックエリアの方に並ぶという感じですね。なのでこれ全部ここ並んでる方プラスこの橋の上に並んでるこれ全部駅側の列です。と最後尾確認してきます。今確認しに来たんですけどここ最後尾ですね。ボンボヤージュのアーチのところはまだ並んでません。アーチを過ぎてこのディズニーランドって書いてあるところですね。ここが最後尾です。ちょっと予想は難しいんですが多分駅側は1時間20分ぐらい今待ちますね。多分そのぐらいだと思います。8時50分、ハッピーエントリーはもう問題ないですね。ハッピーエントリー問題ないです。8時6分、駐車場側です。これちょっともう迷惑なので向こうまで行くのはやめときます。ただもう立体駐車場をはるかに超えてますね。1時間半待ちだな。これは1時間半ぐらい待つと思います。では今日のまとめなんですが、大人気のハロウィンということで今日は両方とも1時間20分待ちぐらいまで列は伸びました。で駅側の方はコアなファンが多い感じで列が伸びていた感じです。駐車場側は3連休ということもあって、家族連れの方が多い感じでした。で現在9時なんですが、駅側の方は若干短くなったかなって感じします。駐車場側の方はやばい感じですね。
でどっちもどっちなんですが、どちらかといえば駅側の方がまだマシかなという感じですね。駐車場側はちょっとまだ増えそうな感じだったので、もし並ぶのであれば駅側の方がいいかなと思います。ただ8時半とか8時、9時とかですね、その辺に来ても入れるのは10時ぐらいになると思いますので、それを計算に入れて来ていただいた方がいいと思います。それでは励みになりますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。